志郎が語る保守中道からの書評第48回です今回はこちら「THEFORGAFA、えー」The Four er えー「四騎士が作り変えた世界」えー、ですね、えー、東洋経済新報社から、えー、2018年8月9日が第一刷り発行で同じ8月31日に 第三ズり発行と、えー、大変な勢いで、えー、売れているようです。えー、この GAFA というのはですね、えー、まあ帯にありますけれどもおー Google アップルフェイスブックアマゾン我々日本人もみんなおなじみのお名前ばかりですね。えーこれが 何気なく我々は便利に使ってますけど、いかにこれが大変な規模のものか、大変な勢いで発達しているか発展しているか、それがどのような世の中をもたらすのか、その辺が非常に具体的に書かれた本です。この著者はスコット・ギャロウェイというアメリカの方ですね。 ニューヨーク大学スタン経営大学院教授。MBA コースでブランド戦略とデジタルマーケティングを教える。9つの会社を起業。ニューヨークタイムズゲートウェイコンピュータなどの役員も歴任。ですね。YouTube で毎週公開している動画、Winners and Losers は数百万回再生を誇ると。 アメリカの経済界では今時の人のようでありますねで、えー、まず序章からのご紹介ですテクノロジー業界の四強といえば誰もがグーグルアップルフェイスブックアマゾンを思い浮かべるだろう これらの巨大企業は過去20年間、歴史上かつてないほどの喜びや人間同士のつながり、あるいは経済的な繁栄や発明を私たちにもたらしてきた。その過程では何万という高級、高い給料ですね、高級な仕事も生み出している。これら4強企業の製品やサービスは互いに関わり合いながら、何十億もの人々の日常生活を支えている。 えー、ポケットサイズのスーパーコンピューターを作ったのも、発展途上国にインターネット網を持ち込んだのも、地球の大陸と海の詳細な地図を作っているのも、これらの企業これら4強企業が生み出した空前の額の富、富2兆3000億ドル、えー、まあ、300兆円ぐらい、えー、300兆円ぐらいですかね。 は、株式を保有している世界中の何百万という家計を潤している。これらの企業は世界をより豊かな場所にしているのだ。これがこれらの企業の光の部分ですね。ところが影の部分があります。売上税を払うのを拒否し、従業員の待遇が悪く、何万という仕事を消滅させながら、事業革新の神と崇められている小売業者。 多分、えー、これは A、A がつくところですね、えー。国内のテロリズムについての情報を連邦政府の捜査にも提供せず、その思想に共鳴する宗教じみた熱狂的ファンに支えられるコンピューター企業、えー。これはもう一つの A がつく企業ですよね。あなたの子供たちの何千枚もの写真を分析し、 携帯電話を盗聴器として活用し、その情報をフォーチュン500企業に売りつけるソーシャルメディア企業。これは、えー、F がつきますかね、えー。メディアで最も見入りのいい検索分野で90%のシェアを占めながら、せっせと訴訟とロビー活動に励んで、独占禁止法の適用を逃れている広告配信プラットフォーム。えー、これは G がつくところですかね。 こういう影の部分をそれぞれ持ってます。で、えぇ、ー、小タイトル。1兆ドルを達成するのはどの企業なのか。1兆ドル、すごいですね。えーえー、まあ300兆円弱ですね、えー。ゼネラルモーターズ、GM の1人当たり時価総額。えー、時価総額割る全、えー、従業員数。 ですね。いや、えー、ですね。は、およそ23万1千ドル。えー、大したものだと感じるかもしれないが、Facebook は1人当たり2050万ドルだ。えー、先世紀のアイコン的企業であった GM の約100倍である。同社の従業員数は2万人に満たない。それで先進国一国規模の経済価値を生み出していると考えてみてほしい。 Facebook。我々も気軽に使ってますですね。えー、もしかして知り合いではありませんかなんていうのは毎日新しい、えー、アドレスが入ってきますですね。写真付きで。えー、あれを全部束ねているのが、えー、Facebook。新規を問わず、そして大企業であれ、巨大企業であれ、他のテック企業は存在感を失いつつある。 ヒューレット・パッカードや、えー、IBM を含め置いてゆく巨人は四騎士の目の端にも入ってない。灰のように飛び回っている何千もの新興企業は畑を落とす価値もない。四騎士にとって目障りな存在になりそうな企業は買収される。下々の会社には想像もできない額で。 フェイスブックは創設5年目で従業員数約50人だったインスタントメッセージ会社 WhatsApp に 200, 200億ドル近くを払った。200億ドルって言うといかがですかね。えー、2000億は2兆円ですか。信じられないですね、えー。それだけの価値を見抜いて、しかも元を取ってるということですね。えー で、えー、これは、えー、4つのですね、Google、えー、Apple、Facebook、Amazon を紹介してるんですが、えー、とても全部、えー、ご紹介しきれませんので、えー、今日は2つぐらい、Amazon と Google、Facebook をご紹介しようと思います。Amazon、えー。全米の初代の44%に10があり、52%に Amazon プライムがある。 富裕層では固定電話よりアマゾンプライムと契約する書体の方が多いと言われている。アメリカのネット業界における2016年の成長の半分、そして小売業の成長の21%はアマゾンによるものだった。実際の店舗で買い物するときも消費者の4人に1人が購入前にアマゾンのカスタマーレビューをチェックしている。これは、えー、皆さんもやってらっしゃるんじゃないでしょうかね。えー あれは本当に生の声が反映されていて大変参考になりますですねえーアマゾンはバーチャル店舗だからこそ何千万何億もの顧客を抱えほぼどんな業界にも拡張することができる従来のように実際の店舗を持ったり何千人もの従業員を雇う必要はないアマゾンではサイトのどのページも店舗になり顧客が売り手にもなれるということを ペゾス、アマゾンの創立者ですね。ペゾスは知っていた。そしてあまりのスピードで、スピードで成長したため、他の企業がニッチ、まあ隙間ですね。ニッチを掘り起こす余地はどこにもなくなってしまった。えー、アマゾンはですね、我々ごく数年前まで、あの、本のおネットショップだとばっか思ってたんですね。今、あっという間に何でも買えるう、ね、サイトになってしまいましたですね。 で、えー、どういう戦略をアマゾン取ったかって言いますと、1995年の E コマース、これはネット上の小取引ですね、E コマースに必要だった絵ものは、見つけやすくすぐ捕まえられて、えー、洞窟に持ち帰っても価値が下がらず。これ、あのー、この著者はですね、スコット・ギャロウェイさんは、もう原始時代の日本人、あのーえー、人間の基本的な、あのー、生活、 から解き起こしてるんですねだから獲物を取って洞窟に持ち帰って食べるというとこから解き起こしてましてでそ、その例から言うと見つけやすくすぐ捕,ら捕まえられて洞穴に持ち帰っても価値が下がらずまたうっかり毒を群れに持ち込むリスクのないものだったペゾスはその獲物を本に定めた見つけやすく捕まえやすく消化しやすい 本は倉庫に積み上げられ、中身検索で試し読みできる。獲物はすでに殺されていて目の前に並んでいる。ずらーっと獲物を並べて、えー、売ることが、しかもお、お店、実際のお店なしで売ることができるという本当にうまい方法ですね。えー、これは最近の ZOZO ゾゾの大成功もそうですね。えー、あれは簡単に、えー、とにかく店舗のや中間マージン一切、 廃止したところで、えー、いいものを安く売って、で、あっという間に月旅行できるまでに成長したわけですね。えー、えー、ライバルを出し抜き、多様な選択肢という本質的価値を強化するため、アマゾンはアマゾンマーケットプレイスを導入した。第三者を参入させることで、販売機会の少ない多彩なものを扱えるようになった。 売り手は世界最大の e コマースのプラットフォーム。まあ、商売の場ですね。えー、プラットフォームと顧客ベースにアクセスできる。一方、アマゾンは余分な在庫費用なしに商品を大幅に増やすことができる。これあの、本で言いますとですね、あの、中古ですね。新刊の隣に中古のもう、宣伝があってですね。の中古を申し込むと、その中古、マーケットプレイスに えー、登録している業者から送られてくる。従って、あの、アマゾンはマージン取るだけで、倉庫も、おその、えー、運搬費も全然かからないわけですね。そういう商売をおーマーケットプレイスでやってる。で、ある程度あらゆる品物を扱えるようになってるわけです。アマゾンマーケットプレイスの売り上げは今や400億ドルに達した。これ4兆円ですね。 これはアマゾン全体の売上の40%を占める。売り手は膨大な顧客の流れに満足し、自らの販路に投資しなければならないという意識から解放される。その一方でアマゾンはデータを手に入れ、あるカテゴリーが融合と思えばすぐにどんな事業にも参入できる。マーケットプレイスでよく売れてる分野にパッと、えー、参入しちゃうんですね。えー、成功しているちっちゃな業者がいれば買い取ってしまうと。 ということでもう再現なくアマゾンは膨らんでおりますでもう一つまだ新しいことを始めてますレジのないコンビニエンスストアアマゾン GO の発表でアマゾンは実店舗を持つビジネスに参入したしかしそこにはひねりがあるアマゾン GO の客は商品を手に取ってそのまま店を出ることができる センサーとアプリがあなたが手に取ったものを自動的に記録していくので、レジを通る必要がないのだ。他の小売企業はまた不意をつかれ、大慌てで自分たちの生産プロセスを減らそうとしている。このアマゾンの最新の作戦でリスクを被るのは誰かレジ係としてやる問われている340万人のアメリカ人だ。これですね、レジ係はですね、えー、日本は何年か遅れで、えー、アメリカの えー、こうビジネスモデルを取り入れていきますから、えー、日本の,そのレジの方々も、えー、職を失うのは必然の成り行きになるかもしれないですね、えー、で、えー、アマゾンが目指しているですね、えー、一番怖いことはですね、えー、アマゾンはあの倉庫を絶対あの中を移させないんですねなぜかと。 人がほとんどいないわけです。で、えー、ですから、あのー、向かっているところはですね、AI が全部管理して、えー、倉庫の管理業務を何も、か運搬までもですね、そうなると、お人がい,ら,いらなくなる。で、そこを見越して、このペゾスさんは何て言ってるかというと、おもっと中間層がお金を得るように、その最低所得保障をしなきゃいかんと。 いうようなことを言い出してるわけですね、えー。その人たちはお金持ってないとお客さんいなくなっちゃうわけですから。でその人たちの働く場はなくなってしまうと。そこまでペゾスさんは、えー、見越していると。おそういう本当に恐ろしい近未来が、我々、我々、まあ、我々はもういないかもしれないですけど、我々の子供の世代はほぼ確実にそういう世界に生きることになるんではないでしょうか。えー では次は、えー、Google について、えー、ご紹介いたしますチャンネルアジアをご覧の皆さんこんにちはチャンネルアジア運営事務局の栗山ですチャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです 藤井元気先生とか、川瀬恵子先生、三橋孝明先生、渡辺哲也先生、西村光祐先生、他、たくさんの言論人、また、大学の教授人、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト、3サイトに映像をアップしています。 専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっていますぜひ皆様チャンネル登録をして会員登録をしてご覧くださいよろしくお願いいたします